千葉日本大学第一中学校、高等学校は、千葉県船橋市奈良市の台8丁目にある私立、中学校、高等学校、日本大学の特別付属校である。通称は、千葉ピ、一校。中学と高校では一部の施設を共用する。日本大学唯一の特別付属小学校千葉日本、大学第一小学校が隣接している。 日本大学へ進学するには3年次に行われる付属特別推薦や付属高校統一試験の合格基準を満たす必要がある。学職は株式会社西原や昭和40年代日本大学第一高等学校は東京両国の校舎が手狭になったことから創立五0周年記念事業として校外部に広大な校地を造成移転する計画を立てた。 当初計画では、奈良市の大の日本大学理工学部、日大奈良市の高校の隣接地を購入し、高校部門をすべて移す予定であったが、当時は高校生の数が減少していた時期であり、配置が不適当であるとして、千葉県内の他の私立高校から難職を示された。このため、両国の日大一校から一部の希望者のみを移籍する形で学校を新設するという方針に転換し、 しかも、開校当初1年間は、募集を見送った。高校開校の2年後には中学校を設置して一貫教育を開始し、日本大学からは、準付属校ついで特別付属校に指定されて、現在に至る。方面別によって、利用交通機関は分散されているが、特に学校前を通る津田沼駅業及び北、奈良市の駅業バスは時間帯により混雑する。 津田沼駅から朝夕を中心に急行スクールバスを京成電鉄が運行していたが2004年3月に廃止された。エビー日本大学、日本大学100年史、第3巻、P579 から580。ありがとうございます。